警視庁警視庁国際テロ捜査情報流出事件とは2010年10月29日に発覚した警視庁公安部の内部資料がインターネットに流出した事件テロ捜査資料流出事件とも言う2010年10月28日頃にファイル共有ソフトのウィニーネットワークに公安部外事第三課を中心とする国際テロ組織に関する公式文書114点の データが流出し、翌10月29日に民間会社から神奈川県警察を通して警視庁に連絡されたことで発覚した。公式文書は、ほぼすべてが国際テロリズムの捜査に関する内容で、テロ関連の捜査対象者または捜査協力者とされた在日ムスリムの個人情報、中東のイスラーム教国の在日大使館員の口座記録、 特定のモスクの出入り者総数などが記録されており、個人情報が記載された人は延べ600人以上に及んでいる。また、北海道東野湖サミットの警備体制、捜査協力者に育成するまでの心得、在日米軍の爆発物処理研修、空軍特別捜査局の機密情報など、日本警察やアメリカ軍の手の内に当たる情報も入っていた。百十四点のデータの百八点が、 コンピューターの機種を問わずに閲覧できる PDF ファイル形式、残り6点が HTML ファイル形式となっていた。文書自体に記載された作成日は最も古いものは2004年3月で、最も新しいものは2009年1月であった。外時代参加のパソコンのうち、町内ネットワークに接続されていない、独立系の機器は文書を抜き出しても痕跡が残らず、 このパソコンが流出元と見られている。11月27日現在で21カ国の1万286人が入手したと報道されている。過去のネットで機密情報が漏えいした事件と異なり、パソコン利用者自身の個人情報が漏えいしていないため、警視庁の関係者から内部の権力闘争で意図的に流された可能性もあるとの指摘もなされているという。 この流出により、外事警察が、日本国内のイスラム教徒を、イスラム原理主義者と接触の可能性がある、テロリスト予備軍、イスラムコミュニティを、テロのインフラ視していたことも、明らかになった。第三書簡が2010年11月25日に、今回の事件で流出したデータを、流出、公安テロ情報前、データとしてそのまま出版していたことが、明らかになった。 11月28日には名前を記載された人物が販売差し止めを東京地裁に求め29日に認められた。2011年2月16日、第3書館の保全意義申し立てが退避けられた。なお、第3書館は流出、公安テロ情報全データについては個人情報をほぼ全面的に削除した上で再販されている。在日のイスラム教、 と16人が流出、公安テロ情報全データを出版した第三書館を相手に損害賠償と出版禁止を求めた訴訟を起こし、2012年10月26日に東京地裁はプライバシー侵害を認め、第三書館に計3520万円の支払いと出版禁止を命じた。当初は機密情報を共有する。 各国情報機関との信頼関係などから流出した資料を本物と認めていなかった。1ヶ月を超える間、内部の職員からの事情聴取に専念していた警視庁だが2010年12月3日、容疑者不詳が資料流出が警察の警備業務に支障を生じさせたとして、儀系業務妨害の容疑で強制捜査を開始し、契約者情報や接続記録などを 国内のプロバイダー2社から押収した。しかし、流出した情報を出版社が本を出版する動きが出てきたことで12月24日に警視庁が内部資料の流出と事実上認め謝罪した。しかし、個別の資料の侵害についてはコメントを差し控えた。1月に警察当局がウィニーを通じて公開した人物の契約者情報や 接続記録の保全と紹介を目的に流出事件で経由されたサーバー会社があるルクセンブルクやアメリカに捜査協助を要請。ルクセンブルクのサーバー会社はセルビア人男性が経営する通信事業者をレンタル契約しベリーズの支所箱を連絡先としていたことが判明した。しかし、住所や決済口座などは中米や欧州の複数の国のものを登録して 偽装されたものとされて、有力情報は得られず、発信元に至るまでの中継記録をたどることができなかった。流出に際しては匿名化技術のとアが用いられ、2012年10月時点においても流出ルートを特定できていない。また流出した情報が記録されていたサーバーは外部のネットとは接続されていないため、警察の内部の人間がデータをパソコン上から 記憶媒体に移して外部に持ち出した可能性が高いという観点から捜査に従事した警察官400人以上の私有パソコン携帯電話口座記録などが調査されたが犯人の特定には至っていない東京地方検察庁はリストに名が挙げられていたムスリムたちからの地方公務員法違反での告訴を受けて捜査を行い2013年8月に 地方公務員による犯行と断定したが、誰が流出させたか特定できないとして、不起訴処分にした。2013年10月29日に控訴事項成立。その数日前に、警視庁は、被疑者不詳で、書類送検した。2010年12月9日以降、流出したデータに、個人情報を載せられた被害者らにつき、いくつかの動きが出た。警視庁は、 岩瀬十名副総監の名で被害者らが110番してきた場合などに本人や親族の生命、身体、財産などに危害が及ぶ恐れが生じた際には迅速で組織的な対応を行うよう通達した。岡崎富子国家公安委員長も被害者の保護を国家公安委員会として指示したことを記者会見で表明した。個別の事件で 国家公安委員長が被害者の保護まで踏み込んで指示するのは異例であるという。この指示を受けた警察庁は同日の全国外事担当課長会議で被害者の安全確保や情報保全の強化を改めて指示したという。被害者のうち日本人も外国人も含む国内に在住するムスリム男性6名が被疑者を負傷としたまま 地方公務員法の守秘義務違反の容疑で東京地方検察庁に告訴した。プライバシーの侵害のみならず、そもそもが事実誤認や偏見に基づく資料であり、銀行口座が凍結されたりインターネットのプロバイダー契約も解除されたりするなど、名誉も侵害されたとし、また、身内である警視庁の捜査には限界があるとした。彼らの弁護士らは岡崎富子国家公安委員長にあて、 警視庁が流出を認めて謝罪し、データを削除し、被害者の安全を確保するよう、申し入れた。12月24日に、警視庁が内部資料の流出と事実上認め、謝罪した。東京地検は2013年8月、誰が流出させたか特定できないとして、不起訴処分。2011年5月、イスラム教徒の日本人と外国人、計14人が、 国と東京都に計1億5400万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴した。裁判では警視庁は内部情報とは認めたものの警察が情報収集したものであることは認めていない。東京地裁は2014年1月15日流出したデータは警察が作成し内部の職員が持ち出したもの警視庁の情報管理体制が不十分だったため 流出し、イスラム教イタズラの名誉を傷つけたと認定して、東京都に、計9020万円の損害賠償の支払いを命じたが、情報収集自体は、国際テロ防止のためやもう得ない措置だったとされた。東京高等裁判所は2015年4月15日、一審同様を東京都に、計9020万円の賠償を命じたが、情報収集は、当時は、 国際テロ防止のために必要やもう得ない措置だったとし、テロ防止にどの程度有効かは今後も検討する必要があり、同様の情報収集が常に許されるわけではないと、不言した。最高裁判所は2016年5月31日、一審及び二審同様東京都に、計9020万円の損害賠償の支払いを命じたが、情報収集自体は、 心境の自由を侵害していないとし、原告の上告を棄却する決定を下した。警察の捜査や民間のネットセキュリティ会社の分析から、事件が公になる前の犯人に関するネットにおける行動について以下のことが判明している。同じく2010年12月9日、この事件や尖閣諸島中国漁船衝突映像流出事件を受けて、戦国よしと内閣官房長官を 委員長とする日本国政府の情報保全に関する検討委員会が発足した。アメリカ外交公電ウィキリークス流出事件なども踏まえ有識者会議を設けて法制度や情報保全システムの2分野を検討するという委員会のメンバーは官房長官、官房副長官に加え外務省、防衛省、警察庁、公安調査庁、 海上保安庁などの局長級であるという、ありがとうございます。